ありますけど、はい、この前楓さんとスカイプをしていて、まあ、今月の講座ですけど NS のね、はい、そこで伝えた内容はボイテロ「ボイトレシェイプアップ」はい、下半身が面白いように痩せる方法はいあ,あ今月でねこの前スカイプしたんで今度に公開するんですけどあはいああそれ具体的なボイトレとしての筋トレで はい、それをやると下半身が面白いように痩せる方法っていうのを伝えてるんですよはいでそれ来月あなたのところに届くのではいだから声もよくなる声に伸びが出て全然疲れなくってはいで下半身がどんどん締まっていくはいで女性で言えばミニスカートが似合うような体になっていくああ そのやり方も具体的にもう解説したやつがありますから、はい。見た方がいいんじゃないんですか？はい。ぜひ知りたいです。でしょ？はい。でそこで伝えている、えー、体操があるんで、体操筋トレがあるんですけど、はい。それに関わるのが今で伝えているあの楽関節症改善体操と、はい。あの音痴改善なんだけれどもそこに出てくるその声の出し方の体操。 はい、それなんかも関係してるんで、はい、まあ特に音痴改善のやつは4時間って長いんだけど、はい、そういうのも今届けてる最中なんだけど全然見てないじゃんあんた見てないですせっかくそうやってダイエットなんかにもうつながるいい声の出し方を親もう届けてるんだからい本当に環境を生かしてないでしょはいもったいないよねあまりにもねもったいないですやりなさいはい であのさっきの話になりますけどダイエット中なんです」っていう言葉に対する違和感はいこれはねやっぱおかしいんだよね今ダイエット中なんでって言い方考え方自体があはいなんでかってことなしそのダイエットに成功する秘訣っていうことを今からお話ししたいんですけどはい あのー、お医者さんにちょっと痩せないとダメだっていうふうに言われてからいろいろ痩せるようなことをしてはいすげえ痩せたよ俺あすげえズボンジーパンで言うとサイズが2つ小さくな小さくなったああ<ー>だから結構違う見た目前とああそうなんですねうんで 俺の場合その当然本業が歌なわけですからはい痩せたけど声が細くなっちゃったとかさはい声の張りが弱くなったとかっていうのはまずいじゃないですかそうですねその意味で本当に健康的に痩せなかったらはいただ体重が落ちました実際その見た目も細くなりましたそれじゃあまずいんだよねはい本当にごめんなさい 体力も落ちない筋力も落ちない、はい、それで痩せなかったら俺の場合はダメでしょ、はい、で実際それでかなり痩せたんですよ。はい。でその時にこれは生体原温共鳴発生なんかの最初の方で伝えていることでもあるんですけど、はい、まあ痩せるで痩せない痩せましょうって言われてからラジオ体操するようになり。 はい、で食事のコントロールをするようになって米を減らした、はい、で食事の量で言えば全今までの全体の6割に抑えるとあ、はい、でそのお米も全体の6割に抑えつつその半分をじゃがいもで代用すると、はい、で 普段食べる白米の量が非常に減ったわけですよね。はい、で当然おかずもその今まで食べてたようなものとかはい。彼らは当然野菜中心なわけですけど、はい、最初の23日はほんとしんどかった。あはい物足りないから、はい、もっと食べたいわけですよ。 はい、俺なんか一人暮らしだからずるしたって誰にもバレないわけだからほんとに自分次第だよねあそうですねここでやめるでも食べたいですよねはいでもう当然そこで我慢をし、はい、でやっぱ食べる内容牛肉とかそういうのじゃなくせめて野菜中心に鶏の胸肉はい あと卵と納豆で栄養補給と。はい。で、納豆は1日1パックは食べた方がいいっていう話ですから、はい。皮膚にもいいってことはアトピーの俺なんかにはとてもいい。はい。だけど俺は納豆が嫌いだと。あはい。それを毎日我慢して食べている。はい。食べたくない納豆を食べ、はい。お腹空すいたな、もっと食べたいなっていうものを我慢し、 はい、で結果的に痩せてきてるわけですけども、はい、何が言いたいかっていうと、はい、ダイエットに成功する人成功しない人の違いは食事の目的が違う目的ですか今の俺ははい美味しいものを食べるっていうことを目的にしてないんですよ全くああはいダイエットをするための食事なんですよ はい、だからしんどいわけ、はい、量も少ないし嫌いな納豆だし、はい、最近ちょっと慣れてきましたけどねあ、はい、前は納豆そのままって絶対食べれなかったああそうなんですか生卵混ぜたり、はい、ネギ刻むなりな,なんかでこうごまかさないと、はい、もう耐えられないかったのよは、はい、最近ようやくね納豆そのままでもうまあ食べれなくはない はい、でも全然嬉しくない <laughs> <laughs> 多くの人っていうのはさ食事っていうのは楽しみのために食べるでしょそうですねあなたで言えばカレーライスあはいもうよだれ出ちゃうぐらいでしょうけどはい食事を食べた快感っていうのは俺にはもう一切ないわあまあ一切ってことないけどはいでももうほぼないよねだって嫌いなもん食ってんだからさそうですね 白梅はすごい好きなんだけど量を思いっきり減らし、はい、食べちゃったらもうええー、もう終わっちゃったよっていう寂しさ、はい、まだお腹かす空いてんのになっていう気持ちと、はい、食べたくない納豆を流し込み、はい、でも当然満腹感ないから野菜スープですよ、はい、だからこの時期だと白菜とか大量に食べてますけどね 毎食だから白菜とネギとで味同じだと飽きるからいろいろ味は変えてますけどはいほんとだから病院食みたいな感じですよねあはいつんまんない食事だよあで散々言ってるけど量が少ないわけだから食べたあと食べ終わった時にああお腹空すいたと思う 食事を食べ終わった瞬間にお腹すいたっていうんだよ <laughs>。ああ、物足りなさすぎますね。うん、でそれで、それを続けているから欲しいというダイエットの結果が出てるわけ。はい。まず、さっき言ったけど、食事をするっていうことの目的が変わる。はい。おいしいもの食べたな、お腹いっぱい食べたなっていう快感はもうあ、あっちゃいけないとは言わないけど、 はい、それを求めちゃダメなんだよは、はい、もう一つ言うと俺の場合はお酒飲むから、はい、よくだからそれまでねふ今振り返ると、はい、好き勝手な時間に食ってた。はい、起きてお腹空すいたなと思ったら朝ごはん食べて、はい、そのあと大体忙しくってずっと何も食べずにいてごはい。ご飯自分で作るわけですからそれもめんどくさくてそれよりも仕事しちゃって。 はい、夕飯食べればいいものをまあ食べなくてもいいかななんて思って夜中になってはいでオ入ってお酒飲むと当然お腹空いてくるしはいつまみが欲しいとはい夜中に食ってるわけですよねああ、はい、その最悪な状況ですよお腹空いてる時に食事すればさ、はい、体ってまあ知ってると思うけど体は一番嫌なことは飢えることだからはい 食べないっていう状態は怖いわけじゃん、体にとって。そうですね。また食べれないかもしれないと思って食べたものをどんどん脂肪に変えようとするじゃん。はい。それも夜中、つまりその後寝ちゃうから、はい。消化もろくにせずにっていうのは、俺太ろうとしてたのかっていうような食生活してたわけだよね。はい。わかりますよね。はい。でも俺とすれば、まあお酒はやめられないし、 はい、でもそんなに1日でそんなにたくさん食べてるわけじゃないしなんて思ってたんですよ。あはい、でもお医者さんから「ダメだよ」って言われて、はい、んでもうあこれダメなんだなと思って運動するラジオ体操とか、はい、でさらに、まあ、運動してるからいいやなっていうふうに思ってたんだけど、はい、まあまあ多少の結果は出たんだけど、まあ、そんな目に見えたあれじゃないし。はい ちょっとあるきっかけがあって本気で痩せようっていうふうに思って食事に手をつけるようになって、はい、自分の食生活を見直してはいあの夜中夜中,あ夜中にたくさん食べるってことはよくない、はい、でもお酒好きの人間にとって夜お酒飲みながら美味しいものを食べるっていうのは最高に幸せなんですよは、はい、生きててよかったっていう時なんですよはいそれをダメっつってやめたわけ はい、でお酒もずっと飲み続けていいもんじゃないから、はい、なるべく飲まないで、はい、あ飲まなければ食べないじゃないですか、はい、そうですねあ飲まないようにもするでそれも一つダイエットでさらに加速がつくわけですよ、はい、でそうやって食生活を見直す結果が出るそのためには、はい、いいですか嫌いなものを毎日食べ、はい はい、食事をし終わった時にお腹空すいたっていうこの辛さを乗り越え、はい、生きててよかったっていう自分のお酒飲みながらのつまみって最高の幸せをやめ、はい、<laughs> だから結果出てんだよ。はい、それをね今まで言いは言いわではで、い、これはやめらんないしとか言ってて、はい、そのままでい って,てもあのまあそれはそれでねそういう人生でもうそれでもう病気になるとかなんとかでもいいんだっていうんだったらそれはいいと思うんですけど、はい、要はね本当にあなたの言葉がすごく俺もよくわかるのは、はい、なんで俺がそんなそのお酒だらだら飲み続けみたいなことやってたかっていうとあねはい。 まあ全然心配してないわけじゃないしなんていう感じでさはい今やってることっていうものに対して本当に良くないんだって真剣に思ってなかったから、はい、だから危機感のなさっていうのは本当に良くないはいでもその危機感を持つって難しいよねああはい危機感を持ってもはい でもこれやめられないしとかやめたくないしとかっていう気持ちが先に来ると思うんですよ。来ますねで。それは俺だけじゃないよね。はい。でそこでまたさ、じゃあそれをやめるのか。なかなかやめられないくないですかあなかなか。はい。でもさ、そこなんだよ。ああ、はい。 もうさっきの俺のシャワートイレの買うか買わないか、はい、温風機能がついてるかついてないかもう選択するしかないわけじゃんはいでも俺の一番の心の選択肢ってもう決まってんだよね温風機能がついてる新品を買えばそれですっきりすんのはいだけど安い方がいいとか、はい、まだちょっと動くから今まだ買わなくてもいいかなだそういうのがさ入ってくるでしょはいあなただって <laughs> 今の俺だって 本当にこう美味しいものをたらふく食って、はい。お酒飲みながら、はーってなってっていう快感もね、欲しいですよ。はいあ。たまにはしてるけどね、正直言うとね。<laughs> あ、はい。もう全くやってないってことじゃなくて、たまにはしてるんですけど、はい。本当にだらだら毎日酒飲み続けてっていうようなことはもうしてないですから、はい。ね、肝臓にもいいし、ダイエットにもいいんだけれども、 はい、やっぱりさ好き勝手やってダラダラ快感をもさぼってるのは楽しいし気持ちいいわけですよ。はい、ね、そこに対して本当にこのままじゃまずいなと。はい、そして食べたいもっと食べたい全然満腹感がないそこでやめる、はいで。そういうふうにして自分の食事っていうものが食生活っていうものが。はい 楽しいおいしい気持ちいいっていうそれを目的にしてるんじゃなく、はい、今の俺で言えば健康、はい、ダイエットっていうのも別に俺は見た目がどうとかじゃなくてその健康中性脂肪がどうのこうのだからさまた、はい、お酒の飲み過ぎで言えば肝臓がとかさあるじゃないですか,、はい、かそういうためにもう痩せようと思って、はい、健康になるためが食事の目的はい そこいいで「すよねはいでなんでダイエット中なの?」っていう言葉に違和感を持ったかっていうとはい食生活を今日から切り替えるんだっていうのが今の俺だとするとはいダイエット中なので目標の体重いったらまた元通り今だけダイエットしてるっていう考え方じゃないですか。ああそうですね。今日から今の食生活を変える。 はい、ダイエット中なのじゃなくて、はい、自分の食事の目的を変える今日からもうそっちにするんだっていう意識じゃないから、はい、今だけダイエット中なのみたいな意識、はい、いつでも元に戻りたいんだっていう気持ちがあるから今はダイエット中って言葉を使うわけじゃんは,はいわかりますここは,はい本当に痩せたいと思うんだったらはい 今はダイエット中じゃなくってもう食生活そのものを今日から変えるっていうこと、はい、そうですねその意識がない人ははい中途と半端なダイエットしてはい中途と半端に結果出して戻ってっていうあーはい俺リバウンドしてないもんああ<ー>意識が根底から変わったからはい あのもちろん食べたいですよ毎日食べたいですし飲みたいですよお酒もはいだけどそれを何とか食いとどまってるから、はい、リバウンドはしないあはいリバウンドする人っていうのは今はダイエット中なのっていう意識だからよあーなるほどもう俺の食事の目的は健康のためなんだそれに変えたんだっていうふうになったらはい嫌だなと思いつつも納豆食べ <laughs> はい だのその意識の持ち方っていうのが成功する人成功しない人は違うところですよ。ああなるほどただしねはいもうこのズボンって履けねえだろうなと思ってたよな20代30代で履いてたズボンが履けた時ってはいウソと思ったよねああ<ー>なぜかねやっぱ未練正しく持ってたのがあるんですよいくつかはい それが、はい、まあ今だとまだね、お腹フンってへこめないと履けないけど <laughs>。はい。一応ね、ボタン以外はちゃんと履けるんだよね。入るんだよね。ああ、感動ですねうん。あともうちょっと下腹がへこめば、はい。20代ぐらいの体型になりますよね。ああ<ー>。もうそれはさすがに無理だろうと思ってたことができた時の、はい。喜びじゃなくて、 はい、うっそうっていうお<ー>あこんなに痩せてたんだっていうああはいあちなみに俺ねわざと体重計乗ってないのあそうなんですかそうするとなんかストレスになりそうな気がしたからあはあだ毎日何キロってひあのつけた方がいいって言うじゃんはいレコーディングダイエットっていうんだっけあそうですね はい、あのとにかくつけるだけでもそれでも自分の意識が変わるっていうのを聞いたことあるんだけどはい気にするとなんかね精神的に追い込んでしまいそうな気がしてはい精神的に追い込んで1ヶ月我慢しても絶対暴発すると思うんだよねああはいもう嫌だそれでリバウンドすると思うのはい もう体重計1日何グラム痩せたとか1週間で何キロ痩せたとかそんなんじゃなく、はい、とにかく食生活の管理をきちんとして軽いその有酸素運動、はい、いの俺の場合で言えばラジオ体操とかあとやっぱ歌の練習あ、はい、その時により複式意識してボイトレのシェイプアップっていうそのやり方があるんで。 はい、お尻とかももとか下半身をクーッて締めて、はい、でお腹使ってブレーって呼吸したり発声したりして、はい、だダイエット効果のあるボイストレーニングを毎日してるわけですよ自分で、はい、そういう風にすれば当然歌例えばそのダイエットして声が細くなったら嫌だな力強さが弱くなったら嫌だなそういうダイエットじゃなく はい、どんどんボイストレーニングでもっと前よりも良くなるボイトレをしつつダイエットも成功するというね。はういう。だからそれもボイトレシェイプアップのやり方は具体的にあの NS の方には来月伝えるんで、はい、そういうふうにしてだからやっぱりねダイエットにしてもやっぱり結果出す人と出さない人っていうのはさはい。 何があってったらやっぱり、ね、目的が短期的か長期的かですよはいあなたがカレーライス食べたらそりゃ満足するでしょうそうですねでその快感って何分続くあその時1分ぐらいですかねあちょっと音声が聞こえないんですけどあすいませんあちょっとね時間もいったん一旦区切りますね I!